ここからはテーマに行きましょう。行きましょうか。はい、はい。これって本当に答えていくコーナーですね。行きましょう。じゃあ読みますね、指原が。うん、ファントムさんからいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当なのかな？あ、でも、まゆゆの一番好きなキノコは、マイタケ。はぁ、ピンポン。おぉ、ほら、ほんと、よかったよかった。正解です。おぉ、よかったです。大好き、マイタケさん。そうだよね、キノコカレープロデュースしてたよね。そうそうそう、キノコ大好きだけど、特にマイタケが一番好きかな。なんかね、前ね、はい、チーム B の時代にね、うん、私がほんと入りたてでまだ緊張してる時に、楽屋で、キノコそばを食べてたの。あー、食べてましたね。キノコの部分を別に普通に置いといて残しといたんだけど、うん、そしたらマユが、キノコ食べないの？食べていいって言って、あんまり仲良くないのにキノコ食べてきた。確かに。そうそう、キノコ残ってるんですぐ、ね、どうしても食べたかった。そうだよね、キノコ好き。大好きすぎてね。ということで、ファンダムさん、これは本当です。本当です。これはピンポーン。ピンポーン。おめでとう。